マスタリングの実践テクニックをマスターしようと。リミッターマキシマイザーの初期設定、一旦上げてみると。途中から上げてもほとんど音量変わんないなっていうゾーンに入っていったのがお分かりいただけるかと思います。コンプレッサーの設定ですね。ちゃんと早めに動作してくれないと困りますから、アタックタイムっていうのは早めに設定しておきます。イコライザーの設定、やってることとしてはまずですね、ローカットね、 20Hz 以下をバッサリとカットしているんですけども、エネルギーは聞こえなくたって発生しているので、そこで音圧持ってかれちゃうとちょっと損なんですよね。明るくなりましたよね、音が。今度ね、音像の調整っていうのをやっていきたいと思います。ここにね、モノメーカーっていうのがあって、低音何ヘルツ以下はもう完全にモノラルにしてしまうっていうような設定ができたりするんですが、今回の場合は 100Hz 以下っていうのを完全にモノラルにしています。次にサイドの調整ですね。今回は、二次倍音の方をね、 MS で M の方にかけて、3次倍音の方をサイドにかけてみました。リミッターマキシマイザーの最終調整、楽曲全体通しておおむねマイナス 1dB からマイナス 3dB を行き来する程度に調整しましょうと。で、一時的に飛び出す分には構いません。でもその場合も最大でマイナス 6dB になる程度に抑えておくというのが鉄則です。